どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日はですね、ちょっと今までと話題を変えてですね、豊崎由美さんっていうね、この方は書評家なんですけど、この方が、TikToker、本を紹介する TikToker を非難して、今、ちょっとした炎上になってるんですね。それについて、僕なりの意見といいますか、ちょっとね、この記事を取り上げてみたいと思います。まず、この書評家の豊崎さんが、こんなツイートをしました。正直な気持ちを書きます。私は TikTok みたいなもんで本を紹介して、そんなずさんな紹介で本が売れたからって、だからどうしたとしか思いませんね。そんなのは一時の嵐。一時の嵐に翻弄されるのはバカバカしくないですか？あの人、書評書けるんですか？同じようなことは本屋大賞にも思ったりするんですが、と、このね、ツイートをしまして、これに対してね、結構多くの人たちが反応したんですが、まずね、この九段のTikToker みたいなもんで本を紹介してと言っている、これね、名指しはしていないんですけど、この方が反応したんですね。それがこの健吾さん、小説を紹介している、TikTok で紹介している健吾さんが、それに対して反応いたしました。書評を書け、あの人書評を書けるんですかって書いて、あの人書評を書けるんですかって、このあの人は誰かっていうことで、健吾さんは自分のことだと。ごめんなさい、僕もね、今回の騒動で初めてこの健吾さんという方を知ったんですよ。で、書評を書けるんですかっていう、ツイートに対して書けません。僕はただの読書好きです。書けないですが、多くの方にこの素敵な一冊を知ってもらいたいという気持ちは誰にも負けないくらい強いです。読書をしたことのない方が僕の紹介を見て、この作品最高でした、小説って面白いですねと言ってくれることがどれだけ幸せなことか知ってますか？TikTok の投稿をお休みさせていただきます。各方面で様々な企画などを控えているのに大変申し訳ないです。僕は TikTok を仕事にしていません。PR 動画を1本も上げたことがありません。ということは、お金は発生してないということですかね。純粋に楽しかったのですが、これからは楽しめそうにありません。動画も含めて、インスタグラムでの小説紹介は続けていきますということで、要はね、TikTok による、本の紹介は、もうやめますよっていう、もう楽しめないっていうことで、今まではね、趣味でやっていた、楽しみとしてやっていたんだけど、それももう楽しめなくなったので、やめますみたいなね、そういう書き込みをして、これでかなりね、炎上が始まったわけですよね。で、このね、僕もね、健吾さんという方は知らなかったんですけど、これを読むとですね、健吾さんっていう方の TikTok は、多くの若い読者さんに届いて、健吾さんが紹介した本っていうのが結構売れたらしいんですよね。だから、この方、書評家が本紹介で TikTok 健吾を草し、健吾が活動休止を決めた件は出版業界にとって大きな大損害であるとまで言ってるわけですよ。で、結構この件でね、もう炎上してしまいまして、これ大森さんもですね、反応してますね。TikTok で本を紹介するのだって書評でしょう。そうなの？文字で書く書評よりリーチする潜在的読者数の方がはるかに多いので、TikTok での影響力のある書評ができる人のことは大変羨ましく思います。才能と努力の賜物。自分でもやってみたいと思って検討したけど、とても無理だと思って諦めました。なるほどね。そうですよね。でね、これに対して、これでね、結構いろいろ炎上騒動、してきたわけですよね。このように、大森さんだけじゃなくて、作家の知念幹人さんも、やはりちょっと大森さんと同じような、意見を言ってるわけですよね。批判というか、豊崎さんに対しては、批判的な意見ですね。あとは、他にもね、いろいろと、たくさんの人たちがこの件について、書いている。大半の人たち、特に僕たち作家ですね。あと業界の人間、ね、出版業界に携わる人間、書店員さんとか、
あと、まあ書評家さん、作家、イラストレーター、あと漫画家の方たちも結構いろいろ、今回の件についてはコメントしておりまして、まあ、ほぼ全員が、豊崎さんに関してはね、豊崎さんに対しては批判的なんですよね。まあ、老害だという言葉がね、たくさん並んでいましたね。で、中にはこういうことを言う人もいました。こういう書き込みもありました。これね、ブックストア、ウディ・ホンポーツさんっていうんですか。これ、中古書店のお店の方ですかね。豊崎由美氏が、TikTok の書評を批判した件で、豊崎氏に理解を示す小説家が見当たらない。はい。同じ批評家の町山智博氏は同情していたが、まあ、僕もね、町山さんの、ツイッター見ましたけど、まあ、どちらかというと、豊崎さんを擁護するような書き込みをされていました。まあ、要するに、豊崎氏に理解を示す小説家が見当たらないことに衝撃を受けた。今の作家には批評に価値を見出し、その専門性に敬意を払う者がいないのか。これは出版業界が経済的な衰退に伴って知的にも衰退したということだ。せっかく盛り上げてくださっている売り上げに貢献してくれているのに水をかけるなと、ほとんどの作家が昭和しているのに驚いたよ。それだけ売れてないんだろうな、小説。貧すればどんするって、これですかね、これですねって言ってるんですよ。あ、これはね、ちょっと申し訳ないけど、完全に、お門違いというかね、的外れな意見だなと思ってます。まずね、豊崎由美さんに対して、この方は書評家の方なんですけど、多くの業界の人間は、基本豊崎由美さんにリスペクトしてると思います。これは多分間違いないんじゃないかな。で、僕自身もですね、豊崎由美さんの、トークショーとか、行ったこともありますし、あとこう彼女の書いた文章というのも読んだことがありますけども、僕も豊崎さん結構好きなんですよ、書評家として。読書もねとても楽しいし、でこの豊崎さんが紹介してくれた本をやっぱり読んだことがあって、それがねとてもやっぱり面白かったので、いやさすがだな、目利きは違うなと思って、結構豊崎さんの書評とか、おすすめ本とかはかなりね僕にとっては福音をもたらしてくれているというか、まあ僕はだからね、豊崎さんに対してはかなり書評家としてはリスペクトしてるんですよ。おそらくね、これね、業界の人たちの多くがそうなんじゃないかなと思うんですね。そうじゃないと職業的に無理でしょう、やっていけないでしょう。豊崎さんっていろんなトークショーにイベントに呼ばれたりとか、まあいろんなところで書評書いたりとかしてますから、まあお仕事来てるわけですよね。これで結局出版業界の人たちが豊崎さんに対して、まあリスペクトの念がなければ成り立たないわけですよね。まあ一応これでちゃんと書評家として食っていけてるわけだし、もうそもそもこの豊崎さんって、豊崎さんってもうね、こう見るとね、フォロワーが 3.5 万人もいるんですよ。3.5 万人もいるんですよね。だから、3.5 万人もいるってことは、それだけ業界、なんていうかな、豊崎さんのことを、ツイートを信頼しているというか、まあ中にはね、炎上ウォッチャーな人たちもいるかもしれないんですけど、まあ基本的に、書評家、豊崎由美さんとのフォロワーが、大半だと思うんですよね。まあ、それだけね、リスペクトされてると思うので、うん、これはないと思います。あとね、売れてないんだろうな、小説。貧すればどんするってこれですねって。これもね、まあ、売れてないのは事実です。貧すれば、ただね、これ、今回の件は、貧すればどんするの結果ではないんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、これだけ騒動があったんですけど、豊崎さん、結局、まあ、表面的な謝罪は一回したんですが、その後すぐまたツイートされまして、私は匿名の人たちにも日常的に行っている自分が思っていることをつぶやく行為に及んだだけです。その自由は実名のフォロワー数が比較的多い人間には許されないのでしょうか。おかしなことですって書いてあるんですよね。で、またこれ、多分これをきっかけに、まあ、油に火を注ぐみたいなことになっちゃってると思うんですけども、こっちは何かな？他にまだこれ続きですね。
TikTok の人がこれでやめたらどう責任を取ると言われても、いろんなことを乗り越えて書評を書き続けてきた身からすると、こんなことで本の紹介をやめるならその程度の気持ちでやっていたんだなと思うだけのことです。まあ、いろんな方の励まし&心配の DM をいただいており、大変ありがたいです。でも私は大丈夫です。普段書評を読まない、書評がなんだかわからないというタイプのお門違いの悪意をぶつけてくるやからのツイートは滋賀にもかけていませんので、ということでね。まあこれもちょっと、なんていうか、挑発的と言いますかね。そんな感じになってますけども。ただね、まあ、わからんでもないですよね。おそらく、これは本来、まあ、批判するのであればね、ちゃんと豊崎由美さんの真意っていうものをきちんと深掘りした上で、批判していかないといけないと思うんですよね。安直に、老害とかって、まあ、結構ね、老害って言葉がたくさん並んでいたんですけど、老害っていうのはね、あまりいい言葉じゃないんですよ。老害って結局、相手を思考停止に陥らせる、魔法のね、言葉、もうとても便利な言葉なんですよ。老害って言葉で片付けるって、本当に便利ですよね、老害って言葉。何か言ってきたら、年配者が何か言ってきたら、もうそれ老害だからって、これ一言で全てが終わるじゃないですか。ねえ、でも本当に、その年配の言ってる人が害悪なのかどうかなんて、きちんと検証しなきゃわかんないけど、若い人が自分にとって都合の悪いことを年配の人から言われて、ら、それ老害という、便利、魔法の一言でね、駆逐してしまうことができるんですよね。まあ、結局今みたいにこの Twitter とか TikTok みたいなね、極めて短い文章、字数の限られた制限のかかった媒体で何かを表現する、相手を論破するために、このような、まあ、老害とか、比較的こう二文字だけで相手を論破できる、まあ、ある程度こう思考停止に陥らせることができる言葉っていうのがね、いくつかやっぱり出てきたと思うんですよね。まあ、老害ってね、何でも、なんか、松本清張の瞑想地図坂っていう作品で初めて出てきたのかな？だから比較的新しい言葉なんですよね。で、それが、じゃあ、老害って言葉が、1900年とか、1900年代とか、まあ、2000年、1990年代とかに、使われていたかっていうと、あんまり使われてなかったんですけど、最近ですね、SNS が普及してから、老害って言葉が頻繁に使われるようになったそうです。結局、やっぱり老害っていうのはね、ある種 SNS の、まあ、スラング、的なスラングなんですよね。とてもこう、使い勝手がいいっていうか、便利なんですよ。で、そういった意味で、この老害っていう言葉で並べ立てるっていうのもね、老害呼ばわりして、それでこう相手を論破しようっていうのはね、いくらでもちょっとタチが悪いというか、これもこれでね、いかがなものかなと。で、豊崎さんのことを、まあ、すごく非難されている方々たちも、まあ、結局ね、そういう意味で同じ穴の無尻に陥っちゃうって、同じレベルに陥ってしまうのかなということで、なかなかね、人をやっぱり批判するっていうのはなかなか難しいなと思うんですよね。まあ、おそらく、豊崎由美さんもですね、これはもう勝手な僕の推論ですけども、この発言は、まあ、プロフェッショナリズムの発露なのかなって思うわけですよね。まあ、彼女の言いたいのはおそらく、こんな簡単な、まあ、すごくずさんって言葉を使ってましたよね。TikTok。こんな簡単なね、宣伝、ずさんな宣伝で、どれだったかな？ごめんなさい。ちょっと待ってね。こちらかな？ずさんな宣伝みたいなこと言ってましたよね。あ、これ。そんなずさんな紹介で本が売れたからってっておっしゃってるわけですよね。これはいかにもやっぱりプロの発言だなと思います。もっと深掘りして商品をね、もっと深掘りして、検証して、消費していこうよっていう、消費しなくていいんですかみたいな問題提起だと思うんですよね。こんなに簡単に軽率に他人がいいよって言ったものを受け入れて、それがベストセラーとなってしまう、この消費活動って果たして正しいんですかみたいなことを言いたいんじゃないかなと思うわけですよ。まあそれが一時の嵐に翻弄されるのはバカバカしくないですか。その商品の本質をきちんと深掘りして、検証して、その上で評価していきましょうみたいなね。まあそんな感じのことなのかなと、そういうことを言いたい。まあ同じようなことは本屋大賞にも思ったりするんですがみたいなね。
まあでもね、これはおっしゃる通りなんですけど、でも出版というビジネスモデルっていうか、今のビジネススタイル、出版って要するに本って他の商品とやっぱり全然ちょっと違うんですよね。ビジネススタイルが違うんですよ。売れるものはバンバン売れて、売れないものはそのまま引き下げるっていうね、そういう例えば家電とか他の食品とかとは違って、本っていうのはね、まあ、なんか違うんですよね。で、本ってどういう形で成り立っているかっていうと、まあ、ものすごい、なんていうか、ベストセラーが、まあ、大体年間ね、7万冊ぐらい本が出るらしいんですけど、おそらくその売り上げの9割ぐらいは上位1000冊ぐらい、この1年間で売れた本ベスト1000、ね、ベスト1000ぐらいで、おそらくもう9割、99% ぐらい売り上げも、になってるんですよ。で、残りの6万9000冊の本が残り数パーセントの売り上げに過ぎないんですよね。だから本当に上位1000冊ぐらいがもう売り上げの 90% 以上を担ってるわけなんですよ。で、結局それらが生み出した利益があるからこそ売れない本が出せるわけなんですよね。結局出版社っていうのは売れてる本だけ出してたら、偏るわけですよね。今年は恋愛もの、純愛ものが売れるからって言ったら、もう純愛ものしか出なくなるわけですよ。それ以外の本が出せなくなっちゃうんですよ。他の家電とか食品とかお洋服とかね、そういったなんだろう、ビジネス形態だと、そういった絶対的に売れない本っていうのは出せなくなっちゃうんですよ。でも日本の出版って一体これ誰が読むんだよみたいな本結構売ってるじゃないですか。岩波書店なんか見てくださいよ。ねえ、古代ローマの名前も聞いたことのない将軍の従軍記とか、おい誰が読むんだよみたいな本が普通に売ってたりするでしょ。で、絶対売れないんですよ、あんな本。あんな本絶対売れないんだけど、でもああいう本がないと文化っていうのは継承されていきませんよね。結局文化っていうのは書籍とか本とか文献になってアーカイブとなって後世に語り継がれていくんだけど、それらがないとですね、まあもう結局その文化っていうのは途中で途切れてしまって後世に続いていかなくなっちゃう。だからもう知識がどん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 歴史の知識っていうのがどん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 薄まっていっちゃうわけですよ。だけど本っていうのはもう誰もが読まないような、本当一部のね、専門家とかそういう人たちしか読まないような本もちゃんと存在するわけですよ。それはなんでそれができるかっていうと、まあ、ベストセラー小説が大きく売り上げを伸ばして、出版界に利益をもたらしてるからこそできるわけなんですよね。なので、豊崎さんって書評家なんですけど、まあ、そもそもですよ、よくよく考えてみたら、本読まない人たちって書評なんて読まないわけですよ。残念ながら豊崎さんがどんな努力をしてでもですね、書評を書いてる以上は本を読まない人たちには届かないんですよね。まあそれなりに今工夫すれば届くのかもしれないけど、現状では届かないですよね。だって本読まない人たちがなんで書評を読むんですかって話になるじゃないですか。ねえ、だから書評家の書く書評っていうのは基本本を読む本が好きな人たちに届けるもんなんですよ。で、本好きの人たちが、豊崎さんの書評を読んで、あ、この本も読んでみたいなってなって、また次のこの本を読んで、やっぱりいいよなってなるわけです。まあ、当然書評家がおすすめする本ですから、非常にこの文学的クオリティとか文学的価値が高い本が、紹介されるわけで、当然本を読む人たちっていうのは、そういったリテラシーを持ってるから、豊崎さんの紹介してくれた本に、もうすぐ感銘を受けたりとか、まあ、深読みしてできるわけです。読解力も持ってるし、それだけのリテラシー、スキルをね、本を読むという読書力っていうものが強いですから楽しめるわけなんですよね。でも本を読まない人たちっていうのがそれやっぱりできないわけですよ。だから、出版業界を盛り上げるためにはまずは何と言っても読まない人たちなんですよね。読まない人たちをどうにかしないことにはパイは広がっていかないわけですよ。今本を読まない人たちが圧倒的に増えていて、まさに先ほどのツイートにもありましたけど、貧すれば鈍する状態に陥りかけてはいるんですけども、まあ、とにかく出版業界を盛り上げていくためには本を読まないような人間に本を読んでもらうというシチュエーションが必要なんですよね。じゃあそれが書評家の皆さんにできるんですかって言ったら、残念ながらできないんですよ。書評家の書評なんて本を読まない人たちは絶対読まないからなんだね、絶対そんなもん読まないんですよ。でも TikTok は違うんですよね。TikTok とか SNS、Twitter とか YouTube は違うんですよ。本を読まない人たちも見るんですよね。で、その TikTok を見て、
今まで本を読まない人たちが本を読んでくれるようになる可能性があるわけですよ。で、実際それでやっぱ本って楽しいよねってなって本を読むようになる。そしたらその人たちがね、何冊か本を読むことによって読書力っていうのは上がっていく。本に対する、読書に対するリテラシーが上がっていく。そうすると読む本のクオリティも上がっていくわけですよ。その時に初めてこの人たちは豊崎さんの書評を読むようになるわけですよ。それでまたさらにその書評を通して、その人の読書力のリテラシーが上がっていく。もうまさにウィンウィンっていうか、結局 TikToker が本を読まない人たちを本の世界に連れてきてくれて、その人たちのクオリティを書評家の人たちが上げていくっていうことで、ある意味ですね、一蓮托生と言いますか、豊崎さんがもしこの TikToker を潰してしまうっていうことは、結局自分で自分の首を絞めることになるんじゃないでしょうかっていうね。まあそんな感じがするんですよね。バカバカしくないですかってここに書いてあるけど、一時のね、嵐に翻弄されるのはバカバカしくないですかってあるけども、このバカバカしいことがですね、後々、次のこの豊崎さんの仕事につながっていくので、バカバカしくないんじゃないんですかね、ご自身にとっても。で、それは僕たち作家にとっても言えることであって、TikToker によって、引き入れてくれた新規の読者さんたちをですね、新しい人たちを、またこう、その人たちがもしかしたら自分の本読んでくれるかもしれない。そういう状況を作り出してくれるっていうね、まあ、まあこれ、正論なのかな。でもこんなの正論って言えば正論ですけどね。出版業界っていうのは、出版の業界ってね、面白いんですよ。素敵、僕すごく好きなんですよね。まあいろいろ、例えば物を売る人たちっていっぱい世の中にいるじゃないですか。家電を売る人、ゲームを売る人ね、あと映画を売る人とか、まあ、お菓子を売る人、おもちゃを売る人ね、食べ物を売る人、いろんな売り手の方がいるんですよ。で、本を売る人たちって、書店員なんですよね。書店の方たちなんですけど、書店員の方たちなんですけど、なんかね、これはまあ僕の偏見かもしれない、偏見なのかもしれないですけど、もういろんな販売をする、いろんなジャンルの販売をする人たちの中で、まあ中にはいろいろやっぱりね、素敵な人いっぱいいるんですよね。物を売る人たちで素敵な人たちいっぱいいるんですけど、僕ね、本を売る人たちって美しいなと思ったんですよ。素敵とかじゃないんですよね。唯一物を売る人たちで美しいなって思ったのが書店員の方なんですよね。本を売る人たちなんですよ。お菓子を売る人とか映画を売る人とかね、お洋服を売る人たちは素敵だなと思ったことはあるんですけど、美しいって思ったのは書店員だけなんですよね。で、思い入れというのかな。商品に対する、まあこの場合本ですけども、商品に対する思い入れの度合いが、やっぱ他のジャンルと全然違うんですよね。商品に対する、商品って言うと本なんですけど、商品に対する愛がものすごい強い方たちなんですよ。本屋大賞とかも見ればわかるんですけど、これ本屋大賞っていうのも結局、まあ出版に対する、まあ本に対する、小説に対する愛から生まれたものだと思うんですよね。まあ結構今回、豊崎さんのおっしゃるこの同じような言葉っていうのは、まあちょっと商業主義になってるのかなっていうのもね、まあ今はもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ基本、純粋に本屋大賞のルーツっていうのは、書店員さんたちの本に対する、読書に対する愛から始まってるんですよ。これも純粋な愛なんですよね。今でも僕はそれは残ってると思うんですよ。商業性は、それはね、以前に比べたら商業性は増しているのかもしれないけども、でも基本はね、やっぱり愛が、根底には愛があると思うんですね。なんかちょっと綺麗事言ってるようで気持ち悪いな。なんか、すごい気持ち悪いな。いや、そんな感じでね、何言ってんのかね、自分でもちょっとごめんなさい、もうね、ぐだぐだになって申し訳ない。全然ね、台本とかも何もなく、ただ言いたいこと言ってるだけなんで、ちょっとぐだぐだになってますけども、結局、本を紹介するっていうことに、あんまり次元は関係はないと思うんですよね。ただ、相手が違うだけなんですよ。
TikToker の人たちが相手にしてるのは本を読まない人たちなんですよ。で、豊崎さんを含め多くの書評家たちの人たちが相手にするのはあくまでも本を読んでる人たちなんですよね。もう全然客層というか違うんですよね。届ける先が、届ける相手が全く違うんですよ。だけどこの本を読まない人に届けるっていうことは急務なんですよね。やっぱり本を読んでる人たちのパイってもう決まってるじゃないですか。やっぱりこれ増やしていかないといけないんだよね、どうしても。だから本を読む人たちってことを増やしていかないといけないんだけど、残念ながらそういう人たちに対して、書評家の人たちはね、あんまり寄与されてないんですよ。貢献されてないんですよね。まあ、全くゼロとは言いませんけど、やっぱり書評家の人たちっていうのは、まあ、記事とかいろんなね、トークショーとか記事とかいろんな文章とか見るにつけですね、あくまでも読書する人たち、読書が好きな人たち向けなんですよね。その人たちをリテラシーを上げたりとか引き止めておくということに関しては絶大な貢献をされていると思うんですけども、本を本来読まない人たち、興味のない人たちを、この世界に、本を読むようにね仕向けるというか、そういう読者層にするということに関しては言うほどね、申し訳ないけどそこまでね貢献されてないと思うんですよ。それをやってくださるのがね、まあ、TikToker とか YouTuber とか、まあ、その他 Twitter とかインスタグラムの人たちだと思うんですね。うん。これはね、やっぱりこの出版業界っていうのをある程度盛り上げていくためには、まあ確かにね、おっしゃりたいことわかるんですよ。プロフェッショナリズムからすると、ずさんだと。そんなね、ちゃんと一読したぐらいでね、中身を検証するとか、例えばその物語の歴史的背景をね分析してきちんと深掘りして 100% 物語を理解して商品を理解してその上で紹介するっていうんだったら、それができてないっていうことに関してずさんだっていうのは、これはもしかしたらそうなのかもしれないですけど、やっぱ目的が違いますからね、全然。うん。でなおかつこの TikToker の健吾さんという方はそれで儲けてるわけではないのかな、利益を儲けてるわけではないわけですから、本当に好きで本を愛する純粋な気持ちだけでやってくれているわけですから、まあ、むしろありがとうなのかなって思うんですよね。あとこれもちょっとどうかな、これもちょっとね、かなり豊崎さんにしてはね、豊崎さんは結構やっぱりよくこの炎上とか喧嘩してたりするんですけど、ある程度なんだろう、理論武装とか理屈はしっかりしてるんですけど、今回ちょっとこれ苦しいですね。私は匿名の人たちにも日常的に行っている自分が思っていることをつぶやく行為に及んだだけですって、それは許されないのでしょうかって。別に許されてないことないですよね。だってツイッター社は豊崎さんのこのメッセージを削除してませんからね、別に許されてますよね。で豊崎さんに批判している人たち、噛みついている人たちも自分が思っていることをつぶやく行為に及んでいるだけなんですよ。同じことしてるわけですよね。豊崎さんと同じことをしてるわけですよ。だから豊崎さん自身も今まで僕も見てきたけども、他の他人のツイッターのね、書き込みに関して噛みついてますよね。批判してますよね。自分が思ってることをつぶやく行為に及んでますよね。で、自分がするのは OK だけど、自分がされたらおかしなことですっていうのは、論理が破綻してませんかね。これ僕頭悪いんですかね。これ正しい、問題ないんですかね、これ。僕はこれ論理が破綻してると思うんですよね。で、大森さんもここで言いますね。つぶやくのは自由ですが、一定のキャリアと知名度と影響力ある専門家が自分の分野について攻撃的なツイートをするときは、まあそれらを傘に来た発言だと思われがちなので、普段以上に言葉遣いに慎重になる必要があると思います。また、豊崎さん自身も過去実名の他人が自分が思っていることをつぶやく行為に対して激しく噛みついたりしているので、それと同じことが起きているだけでは、僕と同じこと言ってる。その意味では別段おかしなことは起きていません。そうですよね、起きていないですよね。はい、よかった、僕の言ってること間違ってないですよね。だからやっぱりこの豊崎さんのこの理屈はね、ちょっと破綻してるのかなって思いますね。
他人を批判すれば自分にも批判が来るのは当然のこと。それは実名であろうが匿名であろうが関係ありません。そうですね。まあでも中にはね、共感している方もいらっしゃる。やっぱりプロフェッショナリズムの観点からすれば、別にこれね、100% 間違ったことを言ってるとは僕も思わないんですよ。やっぱりこの深掘りして、もっと深掘りして盛り上げていったらいかがですか？そんな薄っぺらい、要するに底の浅いとかね、まだこう深掘りされてないような状態で、お祭り騒ぎじゃないけども、なんだろう、もてはやすのはどうかなっていう。まあ、もうちょっとこう物語のね、その作品の価値というものを深掘りしてから、検証、盛り上がっていくべきじゃないですかっていう意味では、まあ僕もそこはね、そうなのかなとは思いますけどね。はい。まあでも豊崎さん強いっすよね。これだけあってもね、TikTok の人がこれでやめたらどう責任取るとかね、なんかそういうことです。まあここら辺のね、私は大丈夫です。普段書評を読まない、書評がなんだかわからないタイプというのお門違い、うんぬん悪意をぶつけてくる、これなんかもね、やっぱり強いですね。強いというか負けず嫌いですね。ただ、負けず嫌いのはいいんだけど、まあこのようなね、ちょっと論理的に破綻してることを書き込むと、まあ突っ込みどころがね、満載になっちゃうんで、これについてはいかがなと思うんですが、ただやっぱりこれをね、安直に老害だで、揶揄していくっていうのはね、僕もこれあんまりいいことだなと思わないです。そして今回のこの炎上なんですけども、まあ、悪い炎上ではないと思いますね、これは。この出版業界の、まあ出版の、まあ、いわゆる批評とか書評とかのあり方、広告、宣伝のあり方について、いろんな人たちが、まあ、振り返ったとか、見つめ直した機会なので、まあ今回ね、豊崎さんは、まあちょっと昨日の時にもヒール役になってしまったんですけど、ヒール役となってしまったんですけど、ある意味ですね、まあ炎上なんですが、建設的な議論を生んでいるんじゃないかなって思います。いろんな人たちがいろんなとこでいろんなことを言ってるんですけど、かなりね建設的な議論がなされていて、僕も目から鱗が落ちた、瞬間が何個かあったんですよ。はい。なので、まあ、ちょっとね、これ、豊崎さんに感謝するのも変な話ですけども、まあ、そういう意味ではね、いい、なんていうかな、ネタというかね、議題を投げかけてくれたなと思ってます。これは決してね、悪い炎上ではないと思います。うん。だから、それ、一番よろしくないのは、その建設的な議論もせずにですね、豊崎さんの人格批判とか人格否定に徹するっていうのはね、これは本当にむしろ そいつの方がよっぽどか問題があると思うんで、それはやめた方がいいのかなって思いますね。はい。独権知的階級様、独権知的階級、そういうのとは違うと思うんですよね。もっと物語、小説というものをみんなで深掘りできるような流れになったらいいんじゃないですかっていうことを言っていて、特権とはちょっと違う気はするんですが、ただね、ちょっとでもね、豊崎さんに関しては、まあそう思われてもしょうがないなっていうところがあるんですよ。っていうのも、豊崎さん、知念美希人さんってね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、お医者さんで大ベストセラー作家の方がいるんですけど、この方ね、なんかの世間、YouTube か何かで、私は知念美希人なんていう作家を聞いたこともないし、知らないって言うんですよ。だって、ね、この書評家って、業界にいる人ですよ。で、知念美希、業界にいる人で知念美希人さんを知らない人って、おそらく豊崎さんだけだと思うんですよね。まあ、少なくともこの文芸という業界に身を置いていてですよ、プロフェッショナルとして。知念美希人っていう作家を知らないっていうのは、本当だとしたら、彼女の言うことが本当だとしたら、おそらく豊崎由美さん、ただ一人だと思うんですよ。で、もし本当に知らないんだったら、それ、かなりやばいですよね。問題ですよね。その、知念さんの作品を認めないとか、興味ないって、それなら、まだしもですね。それはもう、なら問題ないんですけど、そうじゃなくて、本当に彼女が言う通り、名前も知らなかったって言ったら、
これいくらなんでもやばいですよ。書評家としての資質に、ちょっと疑問感じてしまいますよね。うん。まあもちろんそんなことは嘘であって、もちろん知ってると思います。そんなね、知念美希人さんを知らないわけないんですよ。だって本屋大賞で3回ね、3年連続ぐらいでノミネートされてる方ですよ。で、あれだけ本が売れていて、ベストセラーいっぱい出してて、もう出すもの全てベストセラーじゃないですか。そんな人を知らないとか、どういう世界観で生きてるんだよってね。ちょっとね、まあ、知ってるはずなんですよ、絶対に。でも、あえて知らないって言ってるんですよ。これちょっとよろしくないですよ。なんかこれは、こちらとしては、あ、マウンティング取ってんのかなと思いますよね。自分はオーソリティであって、そのオーソリティに認知されてない作家っていうのはダメなんだっていうことを、それとなくこう、ほのめかしてると、こちらは受け取ってしまいますよ。もし本当に、知らないふりしてるのであればね。じゃあ逆に聞きたい。知らないの、ね、知っているのであれば、なんで知らないふりをしたんですかってことを聞きたいですよね、逆にね。まあこういったこともあるんで、特権階級とかってね、思われてもこれしょうがないのかなと思いますね。今回知念さんを知らないっていうのはね、ちょっと、まあ悪質に近いかな。マウンティングかなとちょっと僕は思ってしまいました。これはね、豊崎さんに関してはね、僕は本当書評家としてはものすごいリスペクトしているんですけど、ここはとてもね、がっかりというか、残念だなっていうね。なんであえて知らないなんて言うんだろうっていうね。別に知ってるけど、あの人のことは認めないとかさ、あの人の作品は、興味ないとか、面白いと思ったことはないとか、そういう言い方をすればいいのに、知念美希人なんて名前も知らないなんて言い方をするとですね、なんか自分は結局オーソリティ、文芸界のオーソリティなのかな、だと思ってんのかなって、こちらとしてやっぱり取ってしまいますからね。だからこそこの、それらを重ねきた発言だと思われてしまうわけですよね。ここはちょっと僕個人的にはがっかりかな。はい。ただまあどんどんですね、発信してほしいです。僕は別にそれがね、どんなに浅かろうと薄っぺらいだろうとね、面白かったなら面白いでいいと思うんですよ。それを発信していくっていうのはとても素敵なことだし、決して悪いことじゃないんですよ。この小説ね、全裸で勝ち、ありとても面白かったです、よかったですってツイートして損する人なんて誰もいないんですよ。得する人はいっぱいいるけど、ね、喜ぶ人はいっぱいいるけど、損する人なんて誰もいないんですよ。この TikToker がこのようなね、宣伝をして、誰もね、傷ついたり、泣いたりする人っていないんですよ。喜ぶ人はいっぱいいるけども、誰も傷つかないし、損をしている、損害を被る人っていないんですよ。何にも悪いことしてないわけですよね。いや、むしろいいことしかしてないわけですけど。その人たちを、まあ、この排除していくっていうのはね、あまりやっぱりよろしくないし、まあ、老害って言葉でね、片付けてはいけないんだけども、ちょっとね、そこは僕としてもね、考え直してほしいなって思いましたね。まあ謝罪しろとも思わないですけどね。まあこの方はこのスタンスで突き通してもらっても、まあそれはそれで面白いっていうかね。ある意味、ヒール役に徹してるのかもしれないね。分かっててやってんのかな。ヒール役っていうのは、ある意味、ヒールって魅力があるじゃないですか。結局ヒールでいるからこその説得力ってありますからね。正義とか正論には屈しないっていうね。それは確かにお前たちの言ってることは正しいのかもしれないけど、私は認めないよっていうね。だからこそ生まれる説得力っていうのもあると思うんですよね。まあこれも諸刃の剣でね。やっぱりこの、なんて言うんだろう。ある程度自分の発言に誠実でないと信用度も失うのかなっていう。まあそんな気はしますけどね。どうなんでしょう。まあいろいろとね、ぐだぐだと言いたいことを語ってしまいましたけど、まあどちらにしてもね、まあ僕としては、やっぱね、文芸盛り上げてほしいな、もうちょっと。かなりね、弱いですね、今のところは。薄いですよ、正直なところね。
人々の、まあ、電車なんか最近地下鉄なんか乗ってて本読んでる人っていうのをもう見かけなくなりましたからね。昔昭和とか平成の頃はですね、まあ、電車とかは、まあ、僕も通学に電車乗ってたんですけど、本読んでる人結構いたんですよ。まあ、もちろんね、スマホも何もない時代ですから、あれですけど、本結構読んでる人いたんですよね。まあ、大体10人いれば、2人、3人は必ず本読んでたんですよ。だけど、今はもう、スマホ、10人いたらほぼ全員10人スマホを見て眺めているんですよね。まあもしかしたら電子書籍読んでるのかもしれないけど、ただちょっとね、あんまり覗いちゃいけないんだけど、時々こう目につくじゃないですか、その画面がね、スマホの画面が。まあ大概、もうほぼ SNS かゲームなんですよね。電子書籍、Kindle とか電子書籍を読んでいるという画面を見たことは、もうほぼないですね。あと、どうだろう、読書してる人もいるにはいるけど、一車両に、満員電車の一車両に、せいぜい一人か二人です。うん。もしくはゼロっていうことも普通にあります。もうちょっとね、本当にこう、盛り上がってくれるとね、嬉しいんですけど、はい。まあ、なんですかね、これ本っていうのは、もういろんなこう、媒体が出てきたじゃないですか。SNS、ゲーム、映画、音楽、アニメ、漫画、ねえ。いろんな媒体が出てきて、まあそれらはすべて、まあ本もそうなんですけど、すべて時間消費型のコンテンツなので、パイの奪い合いになっちゃうんですよね。やっぱり人間っていうのは時間は決まった時間しか、1日24時間しかないんで、その24時間の中でいろんなことするわけですよ。映画見たり、本読んだりとかね、ゲームやったりと。実際それをね、どれだけ読書の時間に、費やしてくれるかっていうことのパイの奪い合いになるわけですけど、まあ、やっぱりゲームとか、漫画とかに比べるとですね、あとアニメですね。比べるとね、もう圧倒的に、もう、圧倒的に負けてるんですよね。で、特に読書っていうのは、いろんなこのコンテンツの中で、最も、その、受け手に想像力を要求するんですよ。なんで、負担が一番大きいって大きいんですよね。ぼーっと眺めて楽しめるものではないでしょ、読書っていうのは。そのテキストを読みつつ、その中で想像しながら、解釈しながら、分析しながら読み進めなければならないので、一番ね、その受け手にとっては、負担が大きいコンテンツなんですよね。まあそういうこともあって、で、そんな苦労して、ここまで苦労して満足度が低ければ、もうバカバカしくて、読者なんかやってらんねえよってことになっちゃうから、そこら辺は、やっぱり僕たち作り手もね、気合い入れて、失望させないような作品を作り込んでいかなくちゃなって。まあ、今回ね、豊崎さんがいろいろこう投げかけてくれた、まあ、この炎上で、話題で、まあ、いろいろと考えさせてもらいました。まあ、そういう意味ではね、ありがとうと言いたいですし、まあ、もっとも今後も豊崎さんの書評っていうのは、当然、楽しみにしていますし、トークショーなんかでもね、お話もっと聞きたいなと思うし、応援もしていきたいなと思っております。はい。以上、ミステリー作家の七尾氏でした。それでは皆さん、ごきげんよう。